Hi, me. 今日はトークをしたいと思います。今日はちょっとお天気が優れないみたいですね。まあ、そんな日もあります。今日のお話はコツコツというお話です。あなたはコツコツという言葉を聞いてどんな印象をお持ちですかああ、なんか私には難しそうとかって思ったりしますか 実は私も昔はコツコツが苦手だったんですね。というよりコツコツということに対してそんなに大きな意義を見出してなかった気がします。結構情熱的な人間なので何かやろうと思ったらグワーってやってあとチーンみたいな <laughs> そんな感じで山と谷を激しく繰り返すようなタイプだったと思います。 ただ最近やはりいろいろとやってきて思うのは結局はコツコツが一番最強だってことなんですね最終的にコツコツやる方が省エネだし燃費がいいし得られる果実が大きいと思うんですねまあ、そのお話をしていきたいと思います ちょっと小話なんですけど最近私自転車に乗ってるんですね。でこの自転車を買った時にそこのオーナーさんがこれで糸島とか鹿ノ島とかバイクライディングに行けますよって言われたんですよ。鹿ノ島っていうのは福岡市の東の海岸なんですね。糸島っていうのは西の海岸なんですね。まあ、両端なわけですよ。はいでまあ よく行くようなとこなんですがえ自転車でって感じだったんですね <laughs> はい自転車か行けるのかなみたいな距離なわけですよであのオーナーさんにそう言ったら「あ行けますよ」って言われてでも大事なことがあって、えー、それはペースを乱さないことって言われたんですね。いきなりグワって速く漕いだりとかせずに。 一定のペースで漕いででくといけますすよよって言われたんですよねふんそんなもんなんだって思ってたんですけど、まあ、最近まだねあのそこまでは行ってないんですが、まあ、ある程度自転車に乗るようになってきてちょっとずつ分かってきたんですけど本当にそうでやっぱりすごい急いでてグワって漕いだ時って疲れちゃうから途中でやっぱ止まったりしちゃうわけですよ。ででも一定のペースで 普通にコイで行くと全然疲れないので、えこの私どこへでも行けちゃうかもみたいになってくるわけですよ。あ,あこんな感じなんだってあの実感しているとこなんですね。で実はこ,うこれってまあ、自転車もそうだし、まあ、何か勉強ですね。 英会話学習ととか何にででも当てはまると思うんですよね、うん、例えば、英会話学習もですね、1週間のうちで1日だけ、例えば日曜日に3時間ぐわって勉強して、あとの6日間何もしませんというよりは、毎日20分でもいいので、コツ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 やった方が伸びるわけですよ。これって理由は何なのかなと思った時に、主に3つあるなぁと思っていて、 一つはですねエンジンジの起動に時間がかからなないってことなんですね。要は1週間に1回だけエンジンをかける勉強するってなったらその後の時間やらないわけなのでエンジンジのかき方をまず忘れてるんですね。まず環境からですよねえっとテキストどこいったっけみたいなえどこまでやったっけみたいなえっとどうやってやるんだったっけみたいなそういう環境づくりからまずもう一回リセットしなきゃいけないし。 あとは入れた知識ですよね。英単語とか文法も忘れてますよね。そして声に出すにしても口の筋肉がまたこわばってますよね。そんな感じでこうエンジンをかけるまでの時間が毎回いるわけですよね。これすごい時間のロスですよね。 なので、これをコツコツやっていると毎日同じことやってるわけなので準備段階エンジンをかけるまでの時間がいらないわけなのですぐに取り掛かれるわけじゃないですかこれめちゃくちゃ効率がいいわけですよね。はい、で2つ目に集中力がつくってことなんです、ね、これまあ一番と関連するんですがエンジンをかける起動するまでの時間がいらないわけだからスッともう本題に入っていけるわけじゃないですか今日やることが分かってるので。 はいはいはいって感じでもクリアですよねやることがだからすぐに本題に集中できるわけこれって目の前のことに集中する力がつくんですね日頃あなたが例えば何でも A のことをやりながら B を考えていたりあと C のことも考えていたりそういうふうに同時進行していることってないですか気持ちはわかるんですけど同時進行って実はめちゃくちゃ効率が悪いんですよね同時進行って本当は人間できないので マルチタスクは結局何もやれてないいんでですすすよね進みはすごく遅いわけですそれよりも目の前のことにグワッて集中した方が綺麗に終わっていくわけですよねなので集中力がつくっていうことですね。で3つ目はちょっと潜在意識的なことなんですが自分への信頼がたまるってことですねこれは今すぐ目に見えることじゃないんだけどトータルの人生で考えたら一番大きな財産だと思います。 コツコツ何かをやれるようになると自分への信頼貯金がたまるんですねあ,あ私は自分がこうして決めたことをやってる偉いな愛しいなって思えてくると思うんですよそれがあなたの次への原動力になりまた次他のことをしようと思った時への自信につながるんですねで私思うのが自信っていうのは何も成果が出たから得られるものじゃなくて 自分のそのあり方にに自信が持てるるよよううなると思うんですよね成果って確かに出たら嬉しいけれど成果にばかりこう自信のねよりどころを持っていくと成果が出ない時にすぐ折れちゃうんですよね。あで成果が出なないいダメだみたいなじゃなくって自分のそのあり方あり方に信頼が置けるようになるとすごく強いと思うんですよ強固な地盤っていうかね。 はい、なのでこう何かをコツコツやれるようになると自分への信頼がたまるのでこれは人生において大きな財産かなと思っています。 まとめますと、えー、ちっちゃなことからでいいので毎日コツコツやるようにするとトータルで得られるもの大きいと、まあ、理由は主に3つ考えられるなということで1つは機動力の時間がいいいらないとということですすね。すぐに取り組める。そのことから2番目目の前のことに集中する力がつくそして3番目 自分へのの信頼貯金がたまるっていうことでで、すね。なのであなたも、まあ、英会話学習なり何か他のことでも今やろうとしてることがあったらまずはちっちゃくからでいいのでコツコツやる方を選んでみてください。得られるものはすごく大きくなると思います。そしてめっちゃくちゃ楽しくなると思います。ということですね。はい、今日はそんなお話でした。Thank you for listening. See you next time. Bye!